今日はママに見せたいものがあるんだよ。孫の桃が旅行から帰ったばかりの幸子の手を引いてダイニングへ連れて行った。ママ、お誕生日おめでとう。ママにお祝いでバーバとケーキを作ったよ。モは瞳を輝かせてそう言ったが、幸子は深いため息をつくと。娘の手作りケーキ貧乏くさ。捨てといて。<laughs> とあざ笑った。 自分でお腹を痛めて産んだ子供が可愛くないのだろうかと、私は悲しい気持ちになった。なんでそんな意地悪言うのママのために一生懸命作ったんだよ桃は震えながらも母親に抗議したが、幸子はそんな娘の気持ちを無視するかのように。早く帰るわよそう言って、桃の手を無理やり引っ張って連れて行こうとした。 いやだ今日は帰りたくないもはバーバーの家に泊まるいい加減にしなさい <laughs> 何よたかが手作りケーキぐらい。私は一流パティシエが作った高級ホテルのケーキしか満足しないのよそんな貧乏人の餌なんて目障りだわサチコが怒鳴ると、もは今にも泣き出しそうに顔をぐしゃっと歪めた。もちゃん、泣かないで。今日はママとお家に帰って。 また明日遊びにいらっしゃい。私はそう言って桃をなだめてから。分かったわ。捨てるわね。全部。と、幸子の顔を睨みつけていった。私の名前は園田光、62歳。私には離れて暮らす事業家の息子、公平がいる。 時々私は息子の会社へ差し入れを持っていくことがあるが、公平は資金調達や販路拡大を狙って海外を飛び回ることが多いため、一年の三分の一ほどは日本にいなかった。二十八歳の時公平は四つ年下の幸子という事務員と結婚した。公平の一目惚れがきっかけだったという。よろしくお願いします、お母さん。 眼光をきらめく瞳で私に挨拶してきた幸子を初めて見たとき、私は不安を抱いた。根拠があったわけではなく、母親としての直感が働いたのかもしれない。それでも、仕事が忙しい公平に余計な負担をかけたくなかった私は、得体の知れない不安を自分の胸の奥に留めておくことにした。私はただ、公平が公私ともに幸せになってくれればいいと願っていたのだ。 奥さん、さっきから電話鳴ってるじゃないですか。社内に鳴り響く電話のコールに、全く無反応な幸子の態度に、社員の一人が勘忍袋の尾を切らせて怒鳴った。しかし当の幸子は、社員の苛立ちなどお構いなしに、スマホ画面から全く視線をそらそうとしない。このままでは拉致が開かないとばかりに、結局は社員の方が折れて、幸子の代わりに受話器を取り上げた。 遅くなって申し訳ありません。はい。はい。見えない電話の相手に、そうやってしきりに頭を下げる社員を憐れむ同僚たちが、何もしない名ばかり事務員の幸子を睨みつける。さあ皆さん、今日は親戚からたくさんの梨が送られてきたんで、後で皆さんで召し上がってくださいね。職場に立ち込めた悪い空気を払いのけるように、 私は必要以上に明るく、弾けるような声で呼びかけた。幸子はそんな私の声にも無反応で、相変わらずスマホと向き合っている。周りの社員たちが、いぶかしげな視線を幸子に向けているが、社長夫人という立場から彼女に対して面と向かって文句を言う者はいなかった。幸子は外見は容姿端麗だったが、仕事を覚えるのはとにかく遅かった。というより、 仕事を覚えようとする意志は全く感じられないと言った方が正しい。会社の仕事など、結婚までの腰掛け程度にしか考えていなかったのではないか。幸子がスマホから視線を逸らしたタイミングを見計らって、私は社員たちの声を代弁した。社長夫人になったとは言っても、あなたは事務員などよ。事務員には事務員としてやらなければいけないことがあるんじゃないの そんなこといちいち言われなくてもわかってますよ。っていうか、お母さんは部外者ですよね。会社のことに口出ししないでもらえますはっきり言って、迷惑なんですよ。そう言って、幸子は全く悪びれる様子もなく、私を邪魔者扱いした。幸子はようやくスマホを机に置くと、それで仕事を始めるのかと思いきや、そうではなく、 自分より二回りも年上のベテラン社員の長田さんを呼びつけて。長田さ,さんこの書類今日中に片付けておいて。私、数字の計算とかビジネスの専門用語とかごちゃごちゃしたのわかんないから。一方的に命令すると、ブランド物のバッグを片手に、それじゃ、あとはよろしくと会社を飛び出していったのである。幸子の態度に私もすっかり呆れてしまった。 いつもあんな感じなの今日なんてまだいい方ですよ。普段は自分が少しでも気に入らないことがあると、その苛立ちを我々にぶつけてくることもあるんですから。仕事とは関係ない。ただの八つ当たりですよ。と、長田さんが他の同僚を代表して答えた。彼らの話によると、幸子の態度は入社当初からおかしかったが、公平と結婚して以来、ますますひどくなっているという。 仕事は社員に丸投げするくせに、自分は小綺れな格好をして、業務中にもかかわらず、どこかへ遊びに出かけてしまうことは、日常茶飯事とのことだ。このこと、公平は知っているの社長は海外出張が多いので、奥様の実態をご存じないのかもしれません。それをいいことに、奥様はわがままを通しているのです。そういうことね。 聞くまでもないことだったと、私は少し反省した。公平と幸子が結婚してから一年が経った頃、幸子は女の子を出産した。桃の咲く季節に生まれたことから、桃と名付けられた。娘が生まれたら、さすがの幸子も母親として真面目に、以前のようなわがまま放題も控えるだろうと期待したが、それは私の儚い願望に過ぎなかったようだ。 幸子は出産からしばらく時を経て動けるようになっても、子育てを理由に職場へ戻ろうとはしなかった。公平にもその意思は伝えていたらしく、幸子が会社に顔を出すことはなかった。だから、私も会社の社員たちも、幸子は家庭で娘の育児に専念するものとばかり思っていたのだが、幸子はやはり幸子だった。私が手作りの料理をタッパーに詰めて、 公平の会社へ差し入れようと準備をしているところに、突然サチコがモモを抱きかかえて現れた。モモちゃんサチコより先にモモが目に留まり、私の心は明るく弾んだ。サチコはいつになく晴れやかな表情で、服装も化粧もいつも以上に気合が入っていた。そんな格好して、これからお出かけ私はてっきり、 サチコがモモを連れてお買い物にでも出かけるのだろうと思った。この子を預かってください。二三時間くらいしたら迎えに来ますから、その間だけよろしくお願いします。わかったわ。私に任せて。私は心よく受け入れて、笑顔満点のサチコを見送った。モモちゃん、ばあばはモモちゃんと一緒にいられて嬉しいな。 桃は私の腕の中でゆったりとしたリズムに揺られて小さな寝息を立てていた。まだ筋肉も発達していない小さな口をむにゃむにゃ動かす仕草がたまらなく可愛らしい。それから3時間ほど経って目を覚ました桃は母親がいないことに不安を感じたのか大声で泣き出した。桃ちゃん、泣いちゃったか。おむつかな 桃を抱き上げたとき、独特の匂いと重みとぬくもりを感じた。しかし、桃を連れてくることを事前に聞かされていなかった私は、紙おむつなど全く用意していなかった。本当に困ったままね。そのまま放置しておくわけにもいかないので、私は桃を抱えて近所のドラッグストアへおむつと哺乳日、粉ミルクを買いに行った。 いつも散歩がてら挨拶をするストアの店員が、にんまり顔をほころばせて。お孫さんあら、まあ、かわいい。髪を打つください。それと一応、粉ミルクも。お母さんはいないのうん、ちょっとね。私は身内の恥をさらすようで返答に急した。幸子は2、3時間くらいで迎えに来ると言っていたが。 約束の時間を過ぎても彼女は現れなかった。もちろん、このまま桃と一緒に過ごしていたい気持ちもあるが、それとこれとは話が別だ。しびれを切らした私は、幸子に電話をかけることにした。20回以上コールが鳴って、ようやく幸子が電話に出た。幸子さんあなたどこまで買い物に行ったのそろそろ迎えに来ないと、桃を私の子供として引き取っちゃいますからね。 私は冗談めかしてそう言ったが、幸子は笑うことも、謝ることもなく。あ、お母さん今夜は桃のことをよろしくお願いしますね。今夜って、一晩中という意味そうですよ。実は私今空港に来ていて、これから飛行機に乗るところなんです。あ、そろそろ出発の時間なんで行きりますねあ。ちょっと待って、飛行機ってどういうこと全く話が見えないんだけど。 さっき偶然会った友達に旅行へ誘われちゃったんです。古くから付き合いのある子でどうしても断りきれなくて。そういうわけなんで、後のことはよろしくお願いしますね。そう言って幸子は私の返事を聞くこともないまま一方的に電話を切ってしまった。あなたのママ、旅行に行っちゃったみたい。本当に困ったママね。 おむつを変えてすっかり機嫌を取り戻した桃とは対照的に、私は泣き出したいやら怒りたいやら、どちらともつかない複雑な感情で心の中はもやもやしていた。しかし、この日の出来事は始まりに過ぎず、これから数年にわたって何度も繰り返されることになるのだった。幸子は旅行に行くとき、いつも上機嫌で。それじゃ、よろしくお願いしますね、お母さん。 当たり前のように桃を私に預けると、そのまま旅行に行ったきり、一週間帰らないこともあった。ごめんなさいね。今日は老人会の手伝いで忙しいのよ。私がどうしても時間が取れないと言って断ると、幸子は迷うことなく、ベビーシッターに依頼した。お金ならいくらでもありますから、お母さんはお気になさらず。そんなことより、 あなたは今日もこれから旅行に行くのだって、友達に誘われたら嫌とは言えないじゃないですか。そんなものだろうか。と私は首をかしげずにはいられなかった。幸子の友達なら、当然幸子に幼い子供がいることくらい知っているはずだ。それなのに、幸子の家庭の事情を帰り見ることもなく、旅行に誘ったりするだろうか。あなたのお友達。 本当に配慮が足りない人のようね。私があからさまに皮肉を込めて言うと、幸子はむっとした表情で、お母さんには関係ないことです。と睨みつけていった。ももは小学生になると、私の料理のお手伝いをするようになった。特に桃が一番楽しんでいたのは、お菓子作りだ。ももね、ばあばーみたいなお料理上手になって、 ママをびっくりさせてやるんだ。ももはそう言って、つぶらな瞳を輝かせた。しかしある時、私とももが楽しげにお菓子作りをしている様子を見たサチコは、まるで嫌なものを見るような怖い目つきで私たちを睨みつけた。サチコさん、どうしたのなんでもありませんよ。さ、もういいでしょ帰るわよ、もも。そう言ってサチコは、 無理やり桃の手を掴んだ。痛い、お菓子まだ完成してないよ。いいから、もう帰るわよ。ほら、バーバにバイバイして。幸子は私と桃が楽しそうに過ごす様子が気に入らなかったらしい。そんなある日、私は老人会が主催する敬老会で、老舗旅館に泊まることになったのだが、そこで私は衝撃的な場面に遭遇してしまう。 旅館に到着して、一階フロアで一休みしていたとき。あれ、お宅の嫁さんじゃないか最初に気づいたのは、老人会長だった。老人会長は、私の家に桃を預けに来る幸子を何度も目撃していたので、彼女の顔をよく覚えていたのだ。正面入り口から入ってきたのは、確かに嫁の幸子だったが、一緒にいるのは、女友達ではなく、 私の知らない若い男性だったのである。それも、二人は寄り添うように腕を組んで、周りの視線など全くお構いなしといった様子だ。老人会長もさすがに気まずいと思ったらしく。疲れましたな。それでは皆さん、各自部屋に行って休憩といたしましょう。と、その場から皆を遠ざけるように言った。幸子は同じ旅館に私がいることなど全く気づいておらず。 受付カウンターでチェックインの手続きを進めていた。友達と旅行と言っていたけれど、そういうことだったのね。真っ先に浮かんだのは何も知らない公平と桃のことである。特に桃を悲しませるようなことだけは決してあってはならない。幸子、どうしたものか。私は頭の中で対策を練ることに必死で、 その夜のカラオケ大会を楽しむどころではなかった。それから数週間後。ももはお菓子作りの基本をすっかり理解していて、私の指示なしで思い通りのお菓子を作れるようになっていた。今日ね、ママの誕生日なんだよ。だから私がケーキを作って、ママをびっくりさせてあげるんだ。そう、ママ、きっと喜ぶわね。 私は複雑な気持ちでそう答えるしかなかった。この日も幸子は友達と旅行に行くと言って、ルンルン気分で出かけて行ったが、どうせあの若い男と合流するに決まっているのだ。それをわかっていながら、ももが傷つくことを恐れて、何も言えずにいる自分がもどかしかった。あたりはすっかり日が暮れて、ももちゃん、今夜はうちに泊まって行く と、桃に声をかけたちょうどその時、玄関ドアが大きく開け放たれて、疲れ切った表情の幸子が入ってきた。疲れているのは両手に抱えた大量の荷物のせいだろう。その証拠に、彼女の表情は明るく晴れやかだ。ママ、迎えに来てくれたの桃は元気いっぱいに母親のもとへ駆け寄り、抱きついた。帰るわよ。 サチコは抱きしめることも、ニコリと微笑むこともなく言った。ねえ、入ってママ。ママに見せたいものがあるんだ。そう言ってモモは、めんどくさそうに、そんなのいいわよとしかめっ面のサチコの手を引っ張って、ダイニングへ連れて行った。ママ、お誕生日おめでとう。ママにお祝いで、ばあばとケーキを作ったよ。モモは瞳を輝かせていったが、サチコは娘を褒めるどこか。 深いため息をつくと、娘の手作りケーキ貧乏くさ。捨てといて。と嘲笑った。自分のお腹を痛めて産んだ子供が可愛くないのだろうか。私は幸子の娘に対する接し方に、言い知れぬ怒りを感じた。なんでそんな意地悪言うのママのために一生懸命作ったんだよももは震えながらも母親に抗議したが、 サチコはそんな娘の気持ちを無視して。疲れてるから、もう帰るよと、モモの手を引っ張って連れて行こうとした。いやだ今日は帰りたくないモモはバーバーの家に泊まるいい加減にしなさい <laughs> 何よたかが手作りケーキくらい。私は一流パティシエが作った高級ホテルのケーキしか満足しないのよそんな貧乏人の餌なんて目障りだわサチコが怒鳴ると、 桃は今にも泣き出しそうに顔をぐしゃっと歪めた。桃ちゃん、泣かないで。今日はママとお家に帰って。また明日遊びにいらっしゃい。私はそう言って桃をなだめてから。わかったわ。捨てるわね。全部。と、幸子の顔を睨みつけていった。その翌日のこと。 私はサチコに対してある提案をした。あなたに一週間の海外旅行をプレゼントするわ。この前たまたま商店街の福引きでハワイ行きのペアチケットが当たっちゃったんだけど、私には行く時間も空いてもいないから困っちゃって。<laughs> 本当によろしいんですかだったら私、仲のいい友達と行っちゃいますけど、本当によろしいんですね後で後悔しても遅いですよ。そんなケチなことしないわよ。 安心しなさい。これはいつもあなたが公平や会社のために尽くしてくれている感謝のつもりだから。私は心にもないことを真顔で言ったが、幸子は特に不信がある様子はなかった。そういうことでしたら遠慮なくいただきますね。お母さんの分まで楽しんできますね。前日に誕生日ケーキのことでちょっとした騒動になったばかりだというのに。 一夜明けたらまるで何もかも忘れてしまったかのように、幸子は満面の笑みを浮かべている。いい気なものだと呆れると同時に、これから幸子の身に降りかかる近い将来を想像して、私の心は陽気に弾んだ。お友達と行くのねえ、そうですよ。もちろん友達に決まってるじゃないですか。嫌だなあ、お母さん。変なこと聞かないでくださいよ。 幸チコは少し動揺したが、笑ってごまかした。それじゃ、お母さん、桃のお世話よろしくお願いしますね。幸チコはそう言って、大きなスーツケースを持って、意気揚々と旅立ったのだった。あなたの命運、これで決まったわね。私は一人ごとをつぶやいた。ママ、今日からハワイに遊びに行くんだって。でも私ちっとも寂しくなんかないよ。 だって一週間もバーバーのお家で過ごせるんだもん。いっぱいいっぱいお菓子作ろうね。そうね。邪魔する人もいないし、ももちゃんがまだ作ったことのないお菓子もたくさん教えちゃおうかな。やったーバーば大好きその日から私は嫌なことをすっかり忘れて、ももと二人で好きなお菓子作りに没頭することができた。それから一週間が経ち、 幸子から私のスマホに何度もしつこく電話がかかってきた。着信音を聞きながら画面に表示された嫁幸子の文字に思わず笑いが止まらなくなる。しかし私はその電話にはすぐに応じることなくしばらく様子を見ることに。数時間後家の前にタクシーが止まってそれからすぐにどんどんどん。 と、まるで借金の取り立てのように激しくドアを叩きつける音が室内に響いた。ドアスコープから相手の顔を確認すると、そこには肌をこんがり焼いた幸子が鬼のような形相でこちらを睨みつけていた。いるのはわかってるんだよこれどういうこと私に対する嫌がらせのつもりふざけんじゃねえよ私は、ふうとため息をついて、仕方なくドアを開けたが、 チェーンはかけたまま顔だけを見せた。あら、サチコさん。旅行は楽しかったとぼけるんじゃねえよ。何もかもあんたがしつくんだことなんだろ答えろよ。あらあら、せっかくのハワイ旅行だったというのに、そんなに不機嫌で帰ってくるなんて、よっぽど楽しくなかったのでしょうね。私はなおもとぼけて、しばらくサチコの反応を楽しむことにした。 サチコは家の外側から私の服を掴んで引っ張ると。ここを開けろよ引っ張ると服が伸びちゃうでしょそんなに怒ってどうしちゃったの一体何があったのか話してみて。私は笑いたい気持ちを必死でこらえながら、幼い子供を優しく悟すように相手の顔を見つめた。 帰宅したら、どういうわけか鍵が合わなかったんだよ。それで裏庭に回って中を覗いたら、家財道具が何もかも消えていたんだよ。<laughs> それはお気の毒様。私はついにこらえきれなくなって、笑いを吹き出した。何かおかしいんだよ。笑ってんじゃねえぞ、そこら。あんたの仕業だろ。どういうことか説明しろよ。説明してあげるから、まずは掴んでいる服を離して、 サチコはなおも私を睨みつけていたが、掴んでいた服を離した。私はこの一週間に私たちが何をやったのかをサチコに淡々と話して聞かせることにした。実を言うと、サチコがハワイ旅行に意気揚々と出かけていったその日の夜から、公平と桃は私の自宅に移り住んでいたのだ。そしてサチコが帰ってくるまでの間に、元の家の家財道具はすべて処分し、 家も売りに出していたのである。あなたのお望み通り、何もかも全部捨ててやったわ。私の説明を聞いているうちに、幸子の顔がみるみる真っ赤に染まっていった。<laughs> ふざけんじゃねえよ一体どういうつもりどうしてこんないらがらしするのよ私を一方的に責める幸子に対して、私は笑顔を引っ込めて、幸子の目を見返した。 あなたの方こそ、心当たりがあるんじゃないの自分の胸に手を当てて、よーく考えてみて。こ、心当たりなんてあるわけないじゃない変なこと言わないでよ幸子は心当たりがないと答えたが、先ほどまでのトーンは下がっている。明らかに動揺していることが、心当たりがある何よりの証拠だった。私が経老会で旅行に行ったとき、 あなたはどこで何をしていたの何よ、急に。私は友達と旅行していたのよ。いつもそう言ってるでしょそれじゃ、これは何かしら。あなたの顔によーく似ていると思うんだけど。そう言って私は、幸子が公平とは別の若い男と仲良く腕を組んで歩いている様子を隠し撮りした画像を見せつけた。場所は、以前私が敬老会で訪れた 老舗旅館の一階フロアだ。それを見た幸子の表情が、みるみる青ざめていった。た、確かに似てるけど、少しブレているし、私じゃないわよまったくの別人よこれは私が撮ったものだから、うまく撮れてなかったみたいだけど、それじゃ、こっちはどうかしらそう言って私は、もう一枚の写真を幸子に見せた。その写真が撮られたのは、 私が訪れた老舗旅館ではなく、その後で別日に別のホテルで隠し撮りしたものだ。こっちはプロが撮った写真よ。ブレもないし、一目であなただと確認できるわね。隠し撮りするなんて、プライバシーの侵害よこれがあなただということは認めるのね。私がそう指摘すると、サチコは反論できずに黙り込んでしまった。 さらに私は幸子への追求を緩めない。ここに映っている男性とはこれだけじゃないわよね。これまでに何度もこの人とあなたは私たちの目を盗んで繰り返し会っていた。更新所の調べがついているのよ。探偵まで雇っていたの最低ね <laughs> どの口が最低という言葉を使っているのかと、私は眉をひそめた。 敬老会で幸子が不倫している事実を知った翌日、私はたまたま帰国していた公平と連絡を取る機会があって、ありのままを伝えた。最初は私の話に半信半疑だった公平も証拠となる写真を見せられては、俺はこいつに騙されていたのか、と納得するしかなかったようだ。幸子はこれまでにも何度も私に桃を預けて旅行に出ていたわ。 その写真の様子からもわかる通り、二人はかなり親密な関係よ。調査会社で調べてもらったら。公平は頭をかきむしってしばらく春巡していたが、やがて迷いを吹き切るかのように両目をパッと見開いた。わかったよ。大学の後輩に更新所で働いてる奴がいるから、そいつに相談してみるよ。そこには、嫁に対する未練などすっかり振り切った。 凛々しい男の顔があった。公平の話によると、幸子については職場内でも以前から問題が多いと、長田さんたちから相談を受けていたという。みんなの声にもっと耳を傾けていればよかった。公平は社長としての未熟さを反省したが、私は公平の手を握って。今からでも遅くないわ。あなたの幸子に対する対応次第で。 社員たちもこれまで通りあなたを信頼してついてきてくれるはず。と、にっこり微笑んで激励した。公平はそれからすぐに、幸子の身辺調査を更新所に依頼したのだった。分かったから、もう何もかも認めるから、とにかく今はそっちに入れてよ。荷物が重くて手が痛いのよ。幸子は不倫の事実を認めてもなお、 玄関のドアノブをガチャガチャ回し続けていたが、私がチェーンを外すことはなかった。幸子は諦めて、重い荷物を引きずるように、とぼとぼとした足取りで去っていった。身辺調査の結果、幸子は私と桃が彼女のために誕生日ケーキを作ったその日も、例の不倫相手と旅行を楽しんでいた事実が発覚したのだ。そのことを公平に告げると、 公平もすでに幸子に対する愛情は冷めており、母親としてあり得ないね。ももにはこの件を黙っておくとしても、そのままあんな奴と夫婦を続けるわけにはいかない。と、離婚する決意を固めた。私がスマホで幸子に連絡を取ると、コールが一回鳴っただけで、お母さん、ありがとうございます。私を許していただけるんですね。と、自分に都合の良すぎる期待を抱いていた。 とにかく、明日会社にいらっしゃい。そこで公平があなたの今後について判断を下すことになっているから。私はそれだけを淡々と伝えると、幸子とは今後話すことはないだろうと、彼女の番号を着信拒否に設定した。幸子がハワイ旅行に向かう直前、私は彼女にお友達と行くのねと尋ねた。その時幸子は、そうですよと答えたのだ。もしもあの時彼女が、 桃と行くんですと答えていたら、私は今回の計画を思いとどまったかもしれない。しかし、幸子は娘の桃ではなく、不倫相手を選んだ。その瞬間、彼女の地獄行きは決まったのだ。翌日、会社を訪れた幸子に対して公平は、覚悟はできていると思うが、お前には本日限りでここを辞めてもらう。それからお前とは離婚することも決めた。 今後は桃にも会わせない。あの子もお前に会いたくないと言っている。そう言って、すでに自分の名前を記入した離婚届を幸子に突きつけた。そんな、ねえ、許して。もうわがままも言わないし、これからはあなたや桃のために精一杯尽くすことにするから。今更おらしく見せる幸子の態度に、私は呆れてしまった。 サチコはなおも公平の足にまとわりついて出ていくことを嫌がったが、社員たちに引きずられて会社ビルを追い出されてしまった。二度とうちの敷居をまたぐんじゃない。次来たらすぐにでも警察を呼ぶぞ。それは公平のサチコに対する永遠の決別宣言だった。その後、公平とサチコの離婚が成立。不倫の証拠写真が決め手となり、サチコは公平に対して、 多額の医者料を請求されることになった。幸子の不倫相手は最初から幸子と一緒になる気はなかったらしい。ただ幸子が社長夫人としてセレブ暮らしを満喫していたので、都合のいい財布程度に考えていたようだ。不倫相手は役者を志していると言っていたが、アルバイトをするわけでもなく、ひたすら幸子に食べさせてもらっているだけの状態だった。幸子が公平から多額の医者料を請求されたことを知った途端、 相手の男は、すぐさま別の女性と共に、幸子の前から姿を消してしまった。実を言うと、不倫相手の男に別の女性がいる事実を、私たちは早い段階から更新所を通じて知り得ていたのだが、言わなくていいだろう。あいつも同じ穴の無事なだよ。それに不倫調査は極秘に進めているんだ。どうやってあいつに説明するんだよ。と公平が言ったので、私もおかしくなって、 それもそうね。と黙っておくことにしたのだ。お願い、公平さん。もうあなたしかいないの。中に入れて、お話ししましょう。幸子はそう言って、何度も公平とやり直そうと私の自宅に押しかけてくるが、当然公平も私も幸子を今さら受け入れるつもりはなかった。チェーンどころか、ドアさえ開けずに放置することにした。 もちゃんママと一緒にケーキを作らないもちゃんの作ってくれたケーキ、ママも食べたいな。ママ、私のケーキはいらないんでしょすぐに捨てちゃうんでしょ私はもうママに会いたくないから。バイバイ、ママ。そう言ってもは玄関から逃げるように家の奥に走っていった。待てよ、もちゃんママを一人ぼっちにしないで 玄関前で泣き叫ぶ幸子に、語を煮やした公平が。言ったはずだ次来たら警察を呼ぶと緊張迷惑だと冷たく突き放した。それでも引き下がらない幸子だったが、公平が呼んだ警察によって、ギャーギャー泣き叫びながら連行されていった。その日を最後に、私たち家族が幸子の姿を見かけることはなくなったが、風の噂によると、 サチコはしばらく知人の家を転々としていたようだ。しかしセレブ生活が忘れがたく、今さら人の下で働く気にもなれず、贅沢三昧を繰り返した挙句に知人からも見放されてしまったらしい。今では借金の額もどんどん膨らんで、どうしようもない状態まで追い込まれたというが、私たちにはどうでも良いことだ。桃と一緒に暮らすようになった私の生活は、 毎日が明るく楽しいものになった。ばあば、このチョコ苦いからもうちょっと甘めがいい。そういったももの顔を見て、私は思わず笑った。ももちゃん、ほっぺたにチョコがついてるよ。もう、バーバ笑わないで。仕事を終えて帰宅した公平が、おう、もも、偉いな、ばあばのお手伝いか。ハち行ってて。 なんだよ、モ。もう反抗期かちょっと早すぎるんじゃないかモは公平を無理やり台所から追いやった。バレンタインデーの手作りチョコを公平にあげるのだと言って、モは前日から張り切っていたのだ。幸子と離婚して以来、公平は自分の仕事に対する向き合い方を真剣に考えるようになっていった。おさ田さんに叱られちゃったよ。社長が休んでくれないと。 社員たちが有給を取りづらいんだってさ。おさださんの命令なら素直に従うしかないわね。これじゃ、どっちが社長だかわからないよ。公平はそう言って笑うと、桃モモに向き直って。桃モモ、春休みは桃モモとおばあばとパパの三人で旅行に行かないかやったー桃は大はしゃぎで家中をぴょんぴょん飛び跳ねた。 よかったわね、ももちゃん。公平はこの頃、ももと過ごす時間を増やすようになった。今日はママに見せたいものがあるんだよ。孫のももが旅行から帰ったばかりの幸子の手を引いてダイニングへ連れて行った。ママ、お誕生日おめでとう。ママにお祝いでばあばとケーキを作ったよ。 桃は瞳を輝かせてそう言ったが、幸子は深いため息をつくと、娘の手作りケーキ貧乏臭。捨てといて。とあざ笑った。自分でお腹を痛めて産んだ子供が可愛くないのだろうかと、私は悲しい気持ちになった。なんでそんな意地悪言うのママのために一生懸命作ったんだよ桃は震えながらも母親に抗議したが、 サチコはそんな娘の気持ちを無視するかのように。早く帰るわよ。そう言って、桃の手を無理やり引っ張って連れて行こうとした。いやだ今日は帰りたくない桃はばーばの家に泊まるいい加減にしなさい <laughs> 何よ。たかが手作りケーキぐらい。私は一流パティシエが作った高級ホテルのケーキしか満足しないのよ。そんな貧乏人の餌なんて目障りだわ。 サチコが怒鳴ると、モモは今にも泣き出しそうに顔をぐしゃっと歪めた。モモちゃん、泣かないで。今日はママとお家に帰って。また明日遊びにいらっしゃい。私はそう言ってモモをなだめてから。わかったわ。捨てるわね。全部。と、サチコの顔を睨みつけていった。 私の名前は園田光、62歳。私には離れて暮らす事業家の息子、洪平がいる。時々私は息子の会社へ差し入れを持っていくことがあるが、洪平は資金調達や販路拡大を狙って海外を飛び回ることが多いため、1年の3分の1ほどは日本にいなかった。28歳の時洪平は4つ年下の幸子という事務員と結婚した。 公平の一目惚れがきっかけだったという。よろしくお願いします、お母さん。観光をきらめく瞳で私に挨拶してきた幸子を初めて見たとき、私は不安を抱いた。根拠があったわけではなく、母親としての直感が働いたのかもしれない。それでも、仕事が忙しい公平に余計な負担をかけたくなかった私は、 得体の知れない不安を自分の胸の奥に留めておくことにした。私はただ、公平が公私ともに幸せになってくれればいいと願っていたのだ。奥さん、さっきから電話鳴ってるじゃないですか。社内に鳴り響く電話のコールに、全く無反応な幸子の態度に、社員の一人が勘忍袋の尾を切らせて怒鳴った。しかし当の幸子は、社員の苛立ちなどお構いなしに、 スマホ画面から全く視線を逸らそうとしない。このままでは拉致が開かないとばかりに、結局は社員の方が折れて、サチコの代わりに受話器を取り上げた。遅くなって申し訳ありません。はい。はい。見えない電話の相手に、そうやってしきりに頭を下げる社員を憐れむ同僚たちが、何もしない名ばかり事務員のサチコを睨みつける。 さあ皆さん、今日は親戚からたくさんの梨が送られてきたんで、後で皆さんで召し上がってくださいね。職場に立ち込めた悪い空気を払いのけるように、私は必要以上に明るく、弾けるような声で呼びかけた。幸子はそんな私の声にも無反応で、相変わらずスマホと向き合っている。周りの社員たちが、いぶかしげな視線を幸子に向けているが、 社長夫人という立場から彼女に対して面と向かって文句を言う者はいなかった。幸子は外見は容姿端麗だったが仕事を覚えるのはとにかく遅かった。というより仕事を覚えようとする意志は全く感じられないと言った方が正しい。会社の仕事など結婚までの腰掛け程度にしか考えていなかったのではないか。 幸子がスマホから視線をそらしたタイミングを見計らって、私は社員たちの声を代弁した。社長夫人になったとは言っても、あなたは事務員などよ。事務員には事務員としてやらなければいけないことがあるんじゃないのそんなこといちいち言われなくてもわかってますよ。っていうか、お母さんは部外者ですよね。会社のことに口出ししないでもらえますはっきり言って、迷惑なんですよ。そう言って、 幸子は全く悪びれる様子もなく、私を邪魔者扱いした。幸子はようやくスマホを机に置くと、それで仕事を始めるのかと思いきや、そうではなく、自分より二回りも年上のベテラン社員の長田さんを呼びつけて。長田さ,さんこの書類今日中に片付けておいて。私、数字の計算とかビジネスの専門用語とか、ごちゃごちゃしたのわかんないから。一方的に命令すると、 ブランド物のバッグを片手に、それじゃ、あとはよろしくと会社を飛び出していったのである。幸子の態度に私もすっかり呆れてしまった。いつもあんな感じなの今日なんてまだいい方ですよ。普段は自分が少しでも気に入らないことがあると、その苛立ちを我々にぶつけてくることもあるんですから。仕事とは関係ない、ただの八つ当たりですよ。 おさださんが他の同僚を代表して答えた。彼らの話によると、幸子の態度は入社当初からおかしかったが、公平と結婚して以来、ますますひどくなっているという。仕事は社員に丸投げするくせに、自分は小綺れな格好をして、業務中にもかかわらず、どこかへ遊びに出かけてしまうことは、日常茶飯事とのことだ。このこと、公平は知ってるの 社長は海外出張が多いので、奥様の実態をご存じないのかもしれません。それをいいことに、奥様はわがままを通しているのです。そういうことね。聞くまでもないことだったと、私は少し反省した。公平と幸子が結婚してから一年が経った頃、幸子は女の子を出産した。桃の咲く季節に生まれたことから、桃と名付けられた。 娘が生まれたら、さすがの幸子も母親として真面目に、以前のようなわがまま放題も控えるだろうと期待したが、それは私の儚い願望に過ぎなかったようだ。幸子は出産からしばらく時を経て動けるようになっても、子育てを理由に職場へ戻ろうとはしなかった。公平にもその意思は伝えていたらしく、幸子が会社に顔を出すことはなかった。だから、私も会社の社員たちも、 幸子は家庭で娘の育児に専念するものとばかり思っていたのだが、幸子はやはり幸子だった。私が手作りの料理をタッパーに詰めて、公平の会社へ差し入れようと準備をしているところに、突然幸子コが桃を抱きかかえて現れた。桃ちゃん幸子より先に桃が目に留まり、私の心は明るく弾んだ。 幸子はいつになく晴れやかな表情で、服装も化粧もいつも以上に気合が入っていた。そんな格好して、これからお出かけ私はてっきり、幸子がモモを連れてお買い物にでも出かけるのだろうと思った。この子を預かってください。2、3時間くらいしたら迎えに来ますから、その間だけよろしくお願いします。わ <laughs> かったわ。私に任せて。 私は心よく受け入れて、笑顔満点のサチコを見送った。ももちゃん、ばあばはももちゃんと一緒にいられて嬉しいな。ももは私の腕の中で、ゆったりとしたリズムに揺られて小さな寝息を立てていた。まだ筋肉も発達していない小さな口をむにゃむにゃ動かす仕草がたまらなくかわいらしい。 それから3時間ほど経って目を覚ました桃は、母親がいないことに不安を感じたのか、大声で泣き出した。桃ちゃん、泣いちゃったか。おむつかな桃を抱き上げたとき、独特の匂いと重みとぬくもりを感じた。しかし、桃を連れてくることを事前に聞かされていなかった私は、紙おむつなど全く用意していなかった。 本当に困ったままね。そのまま放置しておくわけにもいかないので、私はももを抱えて近所のドラッグストアへおむつと哺乳瓶、粉ミルクを買いに行った。いつも散歩がてら挨拶をするストアの店員が、にんまり顔をほころばせて。お孫さんあら、まあ、かわいい。髪おむつください。それと一応、粉ミルクも。お母さんはいないの うん、ちょっとね。私は身内の恥をさらすようで返答に急した。幸子は2、3時間くらいで迎えに来ると言っていたが、約束の時間を過ぎても彼女は現れなかった。もちろん、このまま桃と一緒に過ごしていたい気持ちもあるが、それとこれとは話が別だ。しびれを切らした私は幸子に電話をかけることにした。20回以上コールが鳴って、 ようやくサチコが電話に出た。サチコさんあなたどこまで買い物に行ったのそろそろ迎えに来ないと、モモを私の子供として引き取っちゃいますからね。私は冗談めかしてそう言ったが、サチコは笑うことも、謝ることもなく。あ、お母さん今夜はモモのことをよろしくお願いしますね。今夜って、一晩中という意味そうですよ。 実は私今空港に来ていて、これから飛行機に乗るところなんです。あ、そろそろ出発の時間なんで切りますね。ちょっと待って、飛行機ってどういうこと全く話が見えないんだけど。さっき偶然会った友達に旅行へ誘われちゃったんです。古くから付き合いのある子でどうしても断りきれなくて。そういうわけなんで、後のことはよろしくお願いしますね。そう言ってサチコは私の返事を聞くこともないまま。 一方的に電話を切ってしまった。あなたのママ、旅行に行っちゃったみたい。本当に困ったママね。おむつを替えてすっかり機嫌を取り戻した桃とは対照的に、私は泣き出したいやら、怒りたいやら、どちらともつかない複雑な感情で心の中はもやもやしていた。しかし、この日の出来事は始まりに過ぎず、 これから数年にわたって何度も繰り返されることになるのだった。幸子は旅行に行くとき、いつも上機嫌で。それじゃ、よろしくお願いしますね、お母さん。と、当たり前のように桃を私に預けると、そのまま旅行に行ったきり、一週間帰らないこともあった。ごめんなさいね。今日は老人会の手伝いで忙しいのよ。 私がどうしても時間が取れないと言って断ると、幸子は迷うことなくベビーシッターに依頼した。お金ならいくらでもありますから、お母さんはお気になさらず。そんなことより、あなたは今日もこれから旅行に行くのだって、友達に誘われたら嫌とは言えないじゃないですか。そんなものだろうか、と私は首をかしげずにはいられなかった。 サチコの友達なら、当然サチコに幼い子供がいることくらい知っているはずだ。それなのに、サチコの家庭の事情を帰り見ることもなく、旅行に誘ったりするだろうか。あなたのお友達、本当に配慮が足りない人のようね。私があからさまに皮肉を込めて言うと、サチコはむっとした表情で、お母さんには関係ないことです。と睨みつけていった。 桃は小学生になると、私の料理のお手伝いをするようになった。特に桃が一番楽しんでいたのは、お菓子作りだ。桃ね、バーバーみたいなお料理上手になって、ママをびっくりさせてやるんだ。桃はそう言って、つぶらな瞳を輝かせた。しかしある時、私と桃が楽しげにお菓子作りをしている様子を見た幸子は、まるで嫌なものを見るような、 怖い目つきで私たちを睨みつけた。サチコさん、どうしたの何でもありませんよ。さ、もういいでしょ帰るわよ、も。そう言ってサチコは無理やり桃の手を掴んだ。痛い、お菓子まだ完成してないよ。いいから、もう帰るわよ。ほら、ばあばにバイバイして。サチコは私と桃が楽しそうに過ごす様子が気に入らなかったらしい。 そんなある日、私は老人会が主催する敬老会で老舗旅館に泊まることになったのだが、そこで私は衝撃的な場面に遭遇してしまう。旅館に到着して一回フロアで一休みしていた時。あれ、お宅の嫁さんじゃないか最初に気づいたのは老人会長だった。老人会長は私の家に桃を預けに来る幸子を何度も目撃していたので、 彼女の顔をよく覚えていたのだ。正面入り口から入ってきたのは確かに嫁の幸子だったが、一緒にいるのは女友達ではなく、私の知らない若い男性だったのである。それも二人は寄り添うように腕を組んで、周りの視線など全くお構いなしといった様子だ。老人会長もさすがに気まずいと思ったらしく。疲れましたな。それでは皆さん。 各自部屋に行って休憩といたしましょう。と、その場から皆を遠ざけるように言った。幸子は同じ旅館に私がいることなど全く気づいておらず、受付カウンターでチェックインの手続きを進めていた。友達と旅行と言っていたけれど、そういうことだったのね。真っ先に浮かんだのは何も知らない公平と桃のことである。特に、 桃を悲しませるようなことだけは、決してあってはならない。幸子、どうしたものか。私は頭の中で対策を練ることに必死で、その夜のカラオケ大会を楽しむどころではなかった。それから数週間後。桃はお菓子作りの基本をすっかり理解していて、私の指示なしで、思い通りのお菓子を作れるようになっていた。今日ね、 ママの誕生日なんだよ。だから私がケーキを作って、ママをびっくりさせてあげるんだ。そう。ママ、きっと喜ぶわね。私は複雑な気持ちでそう答えるしかなかった。この日も幸子は友達と旅行に行くと言って、ルンルン気分で出かけていったが、どうせあの若い男と合流するに決まっているのだ。それをわかっていながら、桃が傷つくことを恐れて、 何も言えずにいる自分がもどかしかった。あたりはすっかり日が暮れて。ももちゃん、今夜はうちに泊まっていくともに声をかけたちょうどその時、玄関ドアが大きく開け放たれて、疲れ切った表情の幸子が入ってきた。疲れているのは両手に抱えた大量の荷物のせいだろう。その証拠に彼女の表情は明るく晴れやかだ。まんま、 迎えに来てくれたの桃は元気いっぱいに母親のもとへ駆け寄り、抱きついた。帰るわよ。幸子は抱きしめることも、にこりと微笑むこともなく言った。ねえ、入ってママ。ママに見せたいものがあるんだ。そう言って桃は、面倒くさそうに、そんなのいいわよとしかめっ面の幸子の手を引っ張って、ダイニングへ連れて行った。ママ、お誕生日おめでとう。 ママにお祝いで、バーバーとケーキを作ったよ。ももは瞳を輝かせていったが、幸子は娘を褒めるどこか、深いため息をつくと、娘の手作りケーキ貧乏くさ。捨てといて。と嘲笑った。自分のお腹を痛めて産んだ子供が可愛くないのだろうか。私は幸子の娘に対する接し方に、言い知れぬ怒りを感じた。 なんでそんな意地悪言うのママのために一生懸命作ったんだよ桃は震えながらも母親に抗議したが、幸子はそんな娘の気持ちを無視して、疲れてるから、もう帰るよと、桃の手を引っ張って連れて行こうとした。嫌だ今日は帰りたくない桃はバーバーの家に泊まるいい加減にしなさい <laughs> 何よ、たかが手作りケーキくらい。 私は一流パティシエが作った高級ホテルのケーキしか満足しないのよ。そんな貧乏人の餌なんて目障りだわ。幸子が怒鳴ると、モモは今にも泣き出しそうに顔をぐしゃっと歪めた。モモちゃん、泣かないで。今日はママとお家に帰って。また明日遊びにいらっしゃい。私はそう言ってモモをなだめてから。わかったわ。捨てるわね。 全部。と、サチコの顔を睨みつけていった。その翌日のこと、私はサチコに対してある提案をした。あなたに一週間の海外旅行をプレゼントするわ。この前たまたま商店街の福引きでハワイ行きのペアチケットが当たっちゃったんだけど、私には行く時間も空いてもいないから困っちゃって。本当によろしいんですか だったら私、仲のいい友達と言っちゃいますけど、本当によろしいんですね後で後悔しても遅いですよそんなケチなことしないわよ。安心しなさい。これはいつもあなたが公平や会社のために尽くしてくれている感謝のつもりだから。私は心にもないことを真顔で言ったが、幸子は特に不信がある様子はなかった。 そういうことでしたら、遠慮なくいただきますね。お母さんの分まで楽しんできますね。前日に誕生日ケーキのことでちょっとした騒動になったばかりだというのに、一夜明けたらまるで何もかも忘れてしまったかのように、幸子は満面の笑みを浮かべている。いい気なものだと呆れると同時に、これから幸子の身に降りかかる近い将来を想像して、私の心は陽気に弾んだ。 お友達と行くのね。えそうですよ。もちろん友達に決まってるじゃないですか。嫌だなあ、お母さん。変なこと聞かないでくださいよ。幸子は少し動揺したが、笑ってごまかした。それじゃ、お母さん、桃のお世話よろしくお願いしますね。幸子はそう言って、大きなスーツケースを持って、意気揚々と旅立ったのだった。あなたの命運。 これで決まったわね。私は一人ごとをつぶやいた。ママ、今日からハワイに遊びに行くんだって。でも私ちっとも寂しくなんかないよ。だって一週間もバーバのお家で過ごせるんだもん。いっぱいいっぱいお菓子作ろうね。そうね。邪魔する人もいないし、ももちゃんがまだ作ったことのないお菓子もたくさん教えちゃおうかな。やったーバーバ大好き その日から、私は嫌なことをすっかり忘れて、ももと二人で好きなお菓子作りに没頭することができた。それから一週間が経ち、幸子から私のスマホに何度もしつこく電話がかかってきた。着信音を聞きながら、画面に表示された、嫁、幸子の文字に、思わず笑いが止まらなくなる。しかし私は、その電話にはすぐに応じることなく、しばらく様子を見ることに。 数時間後、家の前にタクシーが止まって、それからすぐに、どんどんどん、と、まるで借金の取り立てのように、激しくドアを叩きつける音が室内に響いた。ドアスコープから相手の顔を確認すると、そこには肌をこんがり焼いた幸子が、鬼のような行走でこちらを睨みつけていた。いるのはわかってるんだよこれどういうこと私に対する嫌がらせのつもりふざけんじゃねえよ私は、 ふぅ、とため息をついて、仕方なくドアを開けたが、チェーンはかけたまま顔だけを見せた。あら、サチコさん、旅行は楽しかったとぼけるんじゃねえよ。何もかもあんたがし組くんだことなんだろ答えろよあらあら、せっかくのハワイ旅行だったというのに、そんなに不機嫌で帰ってくるなんて、よっぽど楽しくなかったのでしょうね。 私はなおもとぼけて、しばらく幸子の反応を楽しむことにした。幸子は家の外側から私の服を掴んで引っ張ると。ここを開けろよ引っ張ると服が伸びちゃうでしょそんなに怒ってどうしちゃったの一体何があったのか話してみて。私は笑いたい気持ちを必死でこらえながら、幼い子供を優しく悟すように相手の顔を見つめた。 帰宅したら、どういうわけか鍵が合わなかったんだよ。それで裏庭に回って中を覗いたら、家財道具が何もかも消えていたんだよ。<laughs> それはお気の毒様。私はついにこらえきれなくなって、笑いを吹き出した。何かおかしいんだよ。笑ってんじゃねえぞ、そこら。あんたの仕業だろ。どういうことか説明しろよ。説明してあげるから、まずは掴んでいる服を離して。 サチコはなおも私を睨みつけていたが、掴んでいた服を離した。私はこの一週間に私たちが何をやったのかをサチコに淡々と話して聞かせることにした。実を言うと、サチコがハワイ旅行に意気揚々と出かけていったその日の夜から、公平と桃は私の自宅に移り住んでいたのだ。そしてサチコが帰ってくるまでの間に、元の家の家財道具はすべて処分し、 家も売りに出していたのである。あなたのお望み通り、何もかもぜーんぶ捨ててやったわ。私の説明を聞いているうちに、幸子の顔がみるみる真っ赤に染まっていった。<laughs> ふざけんじゃねえよ一体どういうつもりどうしてこんないらがらせするのよ私を一方的に責める幸子に対して、私は笑顔を引っ込めて、幸子の目を見返した。 あなたの方こそ、心当たりがあるんじゃないの自分の胸に手を当てて、よーく考えてみて。こ、心当たりなんてあるわけないじゃない変なこと言わないでよ幸子は心当たりがないと答えたが、先ほどまでのトーンは下がっている。明らかに動揺していることが、心当たりがある何よりの証拠だった。私が経老会で旅行に行ったとき、 あなたはどこで何をしていたの何よ、急に。私は友達と旅行していたのよ。いつもそう言ってるでしょそれじゃ、これは何かしら。あなたの顔によーく似ていると思うんだけど。そう言って私は、幸子が公平とは別の若い男と仲良く腕を組んで歩いている様子を隠し撮りした画像を見せつけた。場所は、以前私が経路会で訪れた 老舗旅館の一階フロアだ。それを見た幸子の表情が、みるみる青ざめていった。た、確かに似てるけど、少しブレているし、私じゃないわよまったくの別人よこれは私が撮ったものだから、うまく撮れてなかったみたいだけど、それじゃ、こっちはどうかしらそう言って私は、もう一枚の写真を幸子に見せた。その写真が撮られたのは、 私が訪れた老舗旅館ではなく、その後で別日に別のホテルで隠し撮りしたものだ。こっちはプロが撮った写真よ。ブレもないし、一目であなただと確認できるわね。隠し撮りするなんて、プライバシーの侵害よこれがあなただということは認めるのね。私がそう指摘すると、幸子は反論できずに黙り込んでしまった。 さらに私は幸子への追求を緩めない。ここに映っている男性とはこれだけじゃないわよね。これまでに何度もこの人とあなたは私たちの目を盗んで繰り返し会っていた。更新所の調べがついてるのよ。探偵まで雇っていたの最低ね <laughs> どの口が最低という言葉を使っているのかと、私は眉をひそめた。 敬老会で幸子が不倫している事実を知った翌日、私はたまたま帰国していた公平と連絡を取る機会があって、ありのままを伝えた。最初は私の話に半信半疑だった公平も証拠となる写真を見せられては、俺はこいつに騙されていたのか、と納得するしかなかったようだ。幸子はこれまでにも何とも私に桃を預けて旅行に出ていたわ。 その写真の様子からもわかる通り、二人はかなり親密な関係よ。調査会社で調べてもらったら。公平は頭をかきむしってしばらく春巡していたが、やがて迷いを吹き切るかのように両目をパッと見開いた。わかったよ。大学の後輩に更新所で働いてる奴がいるから、そいつに相談してみるよ。そこには、嫁に対する未練などすっかり振り切った。 凛々しい男の顔があった。公平の話によると、幸子については職場内でも以前から問題が多いと、長田さんたちから相談を受けていたという。みんなの声にもっと耳を傾けていればよかった。公平は社長としての未熟さを反省したが、私は公平の手を握って。今からでも遅くないわ。あなたの幸子に対する対応次第で。 社員たちもこれまで通りあなたを信頼してついてきてくれるはず。と、にっこり微笑んで激励した。公平はそれからすぐに、幸子の身辺調査を更新所に依頼したのだった。分かったから、もう何もかも認めるから、とにかく今はそっちに入れてよ。荷物が重くて手が痛いのよ。幸子は不倫の事実を認めてもなお、 玄関のドアノブをガチャガチャ回し続けていたが、私がチェーンを外すことはなかった。幸子は諦めて、重い荷物を引きずるように、とぼとぼとした足取りで去っていった。身辺調査の結果、幸子は私と桃が彼女のために誕生日ケーキを作ったその日も、例の不倫相手と旅行を楽しんでいた事実が発覚したのだ。そのことを公平に告げると、 公平もすでに幸子に対する愛情は冷めており、母親としてあり得ないで、桃にはこの件を黙っておくとしても、そのままあんな奴と夫婦を続けるわけにはいかない。と、離婚する決意を固めた。私がスマホで幸子に連絡を取ると、コールが一回鳴っただけで、お母さん、ありがとうございます。私を許していただけるんですね。と、自分に都合の良すぎる期待を抱いていた。 とにかく、明日会社にいらっしゃい。そこで公平があなたの今後について判断を下すことになっているから。私はそれだけを淡々と伝えると、幸子とは今後話すことはないだろうと、彼女の番号を着信拒否に設定した。幸子がハワイ旅行に向かう直前、私は彼女に、お友達と行くのねと尋ねた。その時幸子は、そうですよと答えたのだ。もしもあの時彼女が、 桃と行くんですと答えていたら、私は今回の計画を思いとどまったかもしれない。しかし、幸子は娘の桃ではなく、不倫相手を選んだ。その瞬間、彼女の地獄行きは決まったのだ。翌日、会社を訪れた幸子に対して公平は、覚悟はできていると思うが、お前には本日限りでここを辞めてもらう。それからお前とは離婚することも決めた。 今後は桃にも会わせない。あの子もお前に会いたくないと言っている。そう言って、すでに自分の名前を記入した離婚届を幸子に突きつけた。そんな、ねえ、許して。もうわがままも言わないし、これからはあなたや桃のために精一杯尽くすことにするから。今更おらしく見せる幸子の態度に、私は呆れてしまった。 幸子はなおも公平の足にまとわりついて出ていくことを嫌がったが、社員たちに引きずられて会社ビルを追い出されてしまった。二度とうちの敷居をまたぐんじゃない。次来たらすぐにでも警察を呼ぶぞ。それは公平の幸子に対する永遠の決別宣言だった。その後、公平と幸子の離婚が成立。不倫の証拠写真が決め手となり、幸子は公平に対して、 多額の慰謝料を請求されることになった。幸子の不倫相手は最初から幸子と一緒になる気はなかったらしい。ただ幸子が社長夫人としてセレブ暮らしを満喫していたので、都合のいい財布程度に考えていたようだ。不倫相手は役者を志していると言っていたが、アルバイトをするわけでもなく、ひたすら幸子に食べさせてもらっているだけの状態だった。 サチコが公平から多額の医者料を請求されたことを知った途端、相手の男はすぐさま別の女性と共に、サチコの前から姿を消してしまった。実を言うと、不倫相手の男に別の女性がいる事実を、私たちは早い段階から更新所を通じて知り得ていたのだが。言わなくていいだろう。あいつも同じ穴の無事なだよ。それに不倫調査は極秘に進めているんだ。どうやってあいつに説明するんだよ。 と公平が言ったので、私もおかしくなって、それもそうね、と黙っておくことにしたのだ。お願い、公平さんもうあなたしかいないの中に入れてお話ししましょう幸子はそう言って、何度も公平とやり直そうと私の自宅に押しかけてくるが、当然公平も私も幸子を今更受け入れるつもりはなかった。チェーンどころか、 ドアさえ開けずに放置することにした。もちゃんママと一緒にケーキを作らないもちゃんの作ってくれたケーキ、ママも食べたいな。ママ、私のケーキはいらないんでしょすぐに捨てちゃうんでしょ私はもうママに会いたくないから。バイバイ、ママ。そう言ってもは玄関から逃げるように家の奥に走っていった。待てよ、もちゃん ママを一人ぼっちにしないで玄関前で泣き叫ぶ幸子に、語を煮やした公平が。減ったはずだ次来たら警察を呼ぶと近所迷惑だと冷たく突き放した。それでも引き下がらない幸子だったが、公平が呼んだ警察によって、ギャーギャー泣き叫びながら連行されていった。その日を最後に、 私たち家族が幸子の姿を見かけることはなくなったが、風の噂によると、幸子はしばらく知人の家を転々としていたようだ。しかしセレブ生活が忘れがたく、今更人の下で働く気にもなれず、贅沢三昧を繰り返した挙句に知人からも見放されてしまったらしい。今では借金の額もどんどん膨らんで、どうしようもない状態まで追い込まれたというが、私たちにはどうでも良いことだ。 桃と一緒に暮らすようになった私の生活は、毎日が明るく、楽しいものになった。ばあば、このチョコ苦いからもうちょっと甘めがいい。そういった桃の顔を見て、私は思わず笑った。桃ちゃん、ほっぺたにチョコがついてるよ。もう、バーバ笑わないで。仕事を終えて帰宅した公平が、おう、桃、偉いな。 ばあばのお手伝いか。ハち行ってて。なんだよ、モ。もう反抗期かちょっと早すぎるんじゃないかモは公平を無理やり台所から追いやった。バレンタインデーの手作りチョコを公平にあげるのだと言って、モは前日から張り切っていたのだ。サチコと離婚して以来、公平は自分の仕事に対する向き合い方を真剣に考えるようになっていった。おさださんに叱られちゃったよ。 社長が休んでくれないと社員たちが有給を取りづらいんだってさ。長田さんの命令なら素直に従うしかないわね。これじゃ、どっちが社長だかわからないよ。公平はそう言って笑うと、桃に向き直って。桃、春休みは桃とおばあばとパパの三人で旅行に行かないかやったー桃は大はしゃぎで、 家中をぴょんぴょん飛び跳ねた。よかったわね、ももちゃん。公平はこの頃、ももと過ごす時間を増やすようになった。